中山競馬11レースマーチステークス1800です能力偏差値ですが B ランク2等 C ランク5等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。6枠12番はやぶさなんでくんです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層。 5。走前に黄色線を上回っています。特に5。走前は黄色線を1 0に上回る優秀な指数をマークしています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1800メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前はピンク色の着順が3着で紫の丸が1800。 5層前はピンク色の着順が1着で紫の丸が1800、1800は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプが8頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます 客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は2番手からの競馬です。5走前は4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は109で2位です。上がり指数は60で6位です。 まずまずの先行力で、好意につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。4枠8番、ウィリアム・バローズです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、3層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、 トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、紫の丸が1800。4層前は、紫の丸が1800。1800は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は花を切っての競馬です。4層前は3番手からの競馬です。逃げ。 先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は110でトップです。上がり指数は63で3位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。4枠7番、ハピです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、 紫の丸が1800、3層前は紫の丸が1900、1800は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、二層前は7番手からの競馬です。三層前は後ろから、中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は61で7位です。上がり指数は62で4位です。 平凡な上がり指数でさせないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないですレース間隔を見ていきます横軸一目盛りが2週間の1開催を表します今回は16週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています 三枠六番北野ビジョンです。能力偏差値は四位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金五層では、五層前に黄色線を上回っています。能力的には上位場には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、三層前は紫の丸が千八百、五層前は紫の丸が二千百。 1800は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は後ろから5層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は39で15位です上がり指数は64で2位ですまずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです展開面は 若干のプラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると指数を上げています。明日も馬場が渋ればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。3枠5番、検進行です。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前 4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が1400、昨年の3月は紫の丸が1800、1800は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2走前は後ろから昨年の3月は4番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートに切り替えます先行力は56で10位です上がり指数は62で5位です先行力は評価できません前目につけられないリスクがあります展開面は若干のマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます 暫定二重丸を打った十二番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定丸を打った八番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定黒三角を打った七番の対戦成績は十二番に対し一勝零敗八番に対し一勝零敗と勝ち越しています七番の対戦成績は高評価できます 暫定白三角を打った6番の対戦成績は、12番に対し、0勝一敗、8番に対し、0勝二敗と負け越しています。6番の対戦成績には、リスクがあります。暫定×を打った5番の対戦成績は、8番に対し、0勝二敗、6番に対し、0勝一敗と負け越しています。5番の対戦成績には、リスクがあります。以上の適性分析を考慮しました。 最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、8番、ビリアム・バローズです。能力偏差値は、2位の B ランクです。距離と展開とレース間隔を高評価しました。対抗丸を打ったのは、12番、ハヤブサ・んでくんです。能力偏差値は、トップの B ランクです。距離と展開を高評価しました。黒三角を打ったのは、7番、ハピです。 能力偏差値は、位の C ランクです。レース間隔にリスクはありますが対戦成績を高評価しました白三角を打ったのは6番北のビジョンです能力偏差値は4位の C ランクです対戦成績にリスクはありますが展開を高評価しましたバツを打ったのは16番サンライズホープです能力偏差値は6位の C ランクです 展開にリスクはありますが距離を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです